待ちます。そっと。まだバレた。心を静めて待てば、ひんやりもちもち涼んだ。いや、なんか一味先に、なんだろう、夏の空気というか、訪れを感じることができて、この気持ちいい空気の中で雪見を味わうのは幸せだろうなって思いながら、楽しんで撮影させていただきました。なんかすごく、世界観があって、またなんかこう雪見大福ってすごくシンプルで、シンプルだけどなんかこうなんて言うんだろう、ちゃんと日本らしさというか、こうわびさびの美しさがこう合うなっていうふうに思うので、なんかしっくりきました、やっていて。いや、緊張しました。なんかこうマスターさん方も結構同じ方が多いので、あ、この柔らかさがいいかなとか、なんかいろいろ相談しながらできたことがすごく楽しかったですし、なんだろう、やっぱ優しく伸ばしたらこうなんか柔らかい気持ちになるし、勢いよく伸ばしたら元気な気持ちになるので、やっぱり大人の方もお子さんも愛される秘訣ってこういうことなんだなってすごく実感しました。私の家族がやるのは、月がすごく綺麗だったら全部明かりを消します。でそのまま寝ます。なんかその自然の明かりをやっぱりパワーがあるから結構消してそのまま寝たりとか、共通してることはやっぱなんか太陽とか月とかすごい大事にしてるなって思います。太陽が綺麗だったら、今日綺麗だよって言って送って、それでまた違う写真が送られてきて、え、いいなそっちの景色みたいな。大きなベッドを作るんです。引っ越しベッドみたいな、そこでこう窓を開けて、でみんなでこう寝っ転がりながら夏を感じる。歌で、あ、雪見大福の食べ方だったり、なんか魅力の幅がこんなに広がるんだなって、この動画を見てたくさんの方々になんか楽しんで見ていただいて、雪見の魅力が、雪見大福さんの魅力が伝わったらいいなと思います。すごいこうやっぱ美しい出さばき で、 本当ですか。なんかあれやっぱりこう日本舞踊とかをやられてた、うん、そうですね、なんかこうこの腰からやるとちょっと日本舞踊らしいというか、なんかそういうのがちょっと、あ、今回生かすことができて習っててよかったなって思います。やっぱ8分待つと本当に違うんですよね。なんかやっぱりどのじゃカチカチの雪見大福も美味しいんですよ。でもなんかもう8分待つとなんかお餅が柔らかくて、なんか例えばこういうことをやって、もし8分経って美味しいんだったら、もうそれはすごい幸せな8分じゃないですか。いいなって思いますね。なんかこう8分待つっていうのが一気に楽しさに変化するから、それもまた素敵だなと思います。まあ25歳になったので、まあ、真剣に考えさせていただくと、雪見大福もこう柔らかくて冷たいじゃないですか。だから私もなんかこうその両方の良さがあると思うから、これから両方にね挑戦できたらなと思うんですけど、まずは待つ派でいて、そこからまあ
攻める時には攻める派で、素敵なこう恋をに望んでいけたらなと思います、はい、待ってチャンスを伺って攻める。そうですね、待って、まずはまずは攻める時に攻める。あの両方の良さがあるから、でも最初はやっぱ待つ派でいたいなと思います。かわいい、こういうことですよね。そうです。あーかわいい、なんか、あ、これ風鈴ですよね。こんな感じで撮っていくってことですよね。そうですね、画期的なんか全部いい、かっこよくないですか。こんなとこに雪見大福兜、強そう。でもこれも気持ちよさそう。この絵もカタツムリもなんか頑張って生きようって思いますよね、雨降って。決められないぐらい良い風鈴、チリンチリンチリン、こう夏が来たよって知らせてくれるので、これはなんかいろんな方にも、ああ夏といえばって言ってもらえるような絵な気がします。絵欲しい。おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。お願いします。父さんの方がちょっとこう雪見の食べ方というかの先生みたいな感じ。はい、お願いします。そうですね、あ、最初の位置はい、はい、待っている状態ですね。はい、はい、はい、よい、スタート。カット、はい、カット、いいですね、いいですね、トップ画です。確認します。はい、チェックします。カット1です。1個そーっとってやるので、うん、で、まだって言ってる、うん、で、うさぎがってなるところ、はい、よい、スタート、そーっと、まだ、カット、あ、よかった、いいですね、いいですね、もう一回いきましょう、はい、そしたら、ただ結構短めにもうピシャッと、まだ、まだ、はい、よーい、スタート、そーっと、まだ、やった、いいじゃないですか、ちょっと確認します、よい、スタート、そーっと、まだ、やった、ちょっとセリフ違いで、まだいい、まだよ、どういうまだよな、ちょっとこう上品な先生みたいな、あー、4番、まあ、はい、よい、スタート、そーっと、まだよ、カット、ありがとう、はい、OK、はい、です、はい、ありがとうございます、はい、では、カフェを置いていただきます、じゃあ、いきますよ、はい、じゃあいきますよ、せーの、カット、あー、カット、はい、目線ちょっとだけそこから下げてみるとどうでしょうか。少し下げます、少し下げ、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 せーの、カット、はい、カット、もう一度いきましょう、もう一度いきます、はい、じゃあお願いします、はい、本番、また、はい、じゃあ目閉じていただいていきますよ、
せーの。カット。はい、カット。いいですね。とってもいいと思います。じゃあ OK です。OK。OK。ちょっと上目に向いて、うんって伸ばしたい。は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 い、でなんかあのカメラ上からちょっと狙ってるので。はい。はい、ありがとうございます。はい。お願いします。どうですかね。緊張する。スタート。カット。伸びてました。ここからこうなるからここでヒュンって引っ張られて伸びるんだけど、ここからこう掴んでこういくと。多分なんか、まあやってみないと分かんないか。やってみます、それで。一個だけ、表情をなんかもっと微笑みでやりたいっていうの。あ、分かりました。はい。頑張れ、うさぎ。頑張れ、うさぎ。はい、うさちゃんね。ありがとうございます。お疲れ様に。あ、いける。全然大丈夫だった。お願いします。また。はい、よい。スタート。素晴らしい。伸びたすごい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 。めっちゃ伸びてる。完璧。あ、めっちゃ綺麗。すごい。すごい。すごい。そんな伸びるの？いや、CG ではありません。そうです。CG ではありません。やったー。はい、OK。はい、OK、はい、じゃあセッティングチェンジです。うさちゃんはグラフィックいきます。で、もう結構な笑顔でも、はい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 、よー、いいですね。さらに笑顔でいきましょう。よー、スタート。カット。はい、カット。いいですね、いいですね。ハムッとした時に周りは溶けてるんだけど、餅のちょっとヒヤッとした感じを。よーい、スタート。カット。ヒヤッとするやつ。よーい、スタート。カット。はい、カット。はい、じゃあいきます。せーの。一番もうすごいリラックス、すごいもう気が抜けてはーって倒れ込む感じで。いきます。せーの。